ていくわ。戦闘開始だ。追い詰めた。頭を片付けようぜ。ジョーカーの追撃がヒット。後ろ。うまいぞジョーカー。ナイスだ。ジョーカーリーチ足ね。ようこそベルベットル、ご覧になりますか。登録する、すべて登録。現在の状態を上書きしました。新しい自分の目覚めです。強化をご所望ですね。合体を行うのですね。新たな力が得られるよ。継承する。このペルソナでよろ。では始めましょう。新たな力が得られるよ。継承するスキル。このペルソナで。では始めましょう。今のあなたでは扱いきれないかと。強化をご所望ですね。ではご武運を。ここからなら奇襲できるわね。やだ、もうチャンスじゃん。勝利は確実だね。奪え、行くぞ。トランペッタ、ドミニオン、フーフーリン、ミドラ、アラハマキ、クイーンフォール。トランペッタ、ドミニオン。せや、チャンスだ。祝福が弱点だ。パパッと片付けよう。やっ、今のうちらなら楽勝だ。おお、何？何入ってる？お、はあ。やあ。ちし。これはいいな。見つけたぞ。
ってきた。もう少しだよ。まだ信じらんねえ。一ノ瀬があんなやつだったとかよ。しかもソフィーを無理やり操るなんて絶対に許さん。奴はキングや俺たちが必死にあがく様を嘲笑っていたのか。真の願いがどうとか言ってたけど、何としても止めなきゃ。ロマンとジョーカー、ナイスだ。それでこそだな。敵が減ってきたわ。押し切りましょう。手応えねえな。うん、次も頼むぞ。いつもこうならいいんだけど、みんな気をつけて。
減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。格下だ。サクッと行こう。スカルがヤバそうだ。負けだ。あれ、ご苦労さんだ。よし、先を急ごう。どうやらこいつを倒さねば先には進めないようだな。もうこんなのに構ってらんないのに。こいつ結構強そうだぞ。油断するなよ。登ってきたはずだが、出口らしい場所が見当たらんな。ソフィー、もうちょっと我慢しててね。場所だ。戻ってきちまったみたいだな。出口はこの先のはず。ここを通らないと現実には帰れないわ。だったら進むしかねえだろう。一ノ瀬倒してな。だがあの結晶をどうする。またあの攻撃を受ければただでは済まん。なるほど、それだジョーカー。あの兵器の攻撃を受けた時エネルギーをチャージしてたのが分かった。その経路をハッキングしてエネルギーを遮断してやる。いけんのか。ハッキングが間に合う確証はない。でも試す価値はあると思うぞ。じゃなきゃソフィーを操る理由がない。確かにな。やれんなら最初からあいつをぶっ放してるか。いずれにしても他に手はなさそうだ。少しでも可能性があるならやるしかないよね。とにかく解析してみる。みんな、なんとかしのいでくれ。わかった。そっちは任せるから。ソフィーにはここにいてもらおう。連れて行くのは危険だ。
待ってろソフィー、すぐ迎えに来るからよ。準備はいいか、行くぞお前ら。一ノ瀬がいるのはこの先だ。準備はいいな。ああやられっぱなしじゃ、怪盗団の流すたる。リベンジマッチだ。おや戻ってきちゃったのか。下でおとなしくしてればいいのに。何度やっても無駄だよ、君たちに勝ち目はない。余裕ぶってられんのも今のうちだぜ。てめえは俺らがぶっ倒す。あんたの目を覚まさせてソフィーを元に戻してもらうから。どうしてそこまで抵抗するんだい。もうすぐ神が降臨して人々は約束の地へと誘われる。全ての人の望みに最適な答えが与えられ、誰も心を悩ますことがない。みんなが揃って幸せになれるんだよ。答えを与えられ、それに無理やり従わされる。それのどこが幸せだ。このジェイルを見てみろ。人々は牢獄に閉じ込められ、自我すら失っている。これが人々の願いを叶える約束の地だというのか。そうだよ。そもそもこれを牢獄だと思うから間違いなんだ。エマは人々を守っているんだよ。さまざまな迷いや徒労や苦しみからね。これが人々の望んだ理想の世界、エマが全てを導く約束の地だ。皮肉な話だ。その理想の世界がメメントスに似ちまうとはな。だがだからこそわかるぜ、この世界は間違ってるってな。私たちは自分の意思で歩きます。心を明け渡したりなんてしません。そうか、君たちは強いんだね。きっと人生を迷いなく歩いてきたんだろう。でも世の中そんな人間ばかりじゃない。選択を間違えた人はどうなる。学校ならクラスのはみ出し者になり、ネットでは誹謗中傷を浴びる。事件でも起こせば出直すのは不可能。一生その十字架が消えることはない。そんなリスクを人々に負わせるのかい。自分たちが強いから、自分たちは間違わないから。違うぞ一ノ瀬、私は強くなんかなかった。今だってそうだ。いろいろ迷うし間違いだってする。この先だってきっとそうだ。我が輩は見てきたぜ、こいつらはみんな絶望から這い上がった。もがき苦しみ乗り越えてきた。強いんじゃない、強くなったんだ。そうやって変われるのが人間だろう。心がないって言うんなら、お前はどうしてイラついてる。お前の今の顔、妬ましいって書いてあるぜ。うるさいんだよ。これが正しいんだ。 AI は選択を間違えない。人に心なんて必要ない。数が多いな、お前ら気合い入れてけ。へっ、ザコがどんだけ来ても同じだぜ。丸ごとぶっ潰してやるよ。無駄だってば。すぐにまたこれで吹き飛ぶんだ。みんな頼むぞ。これから私がエネルギーの供給経路をハックする。その間派手に暴れて一ノ瀬の注意を引いてくれ。やあ、フルスロットル。覚悟しなさい。君たちも諦めが悪いよね。本当に止められると思ってるのか。あいにく俺たち怪盗団の辞書に諦めるという言葉は存在しない。たとえ世界を敵に回しても、私たちは私たちの意志で進むわ。てか
でうちらそうやってきたしね。可能性がある限り私たちは戦い続けます。とはいえこのペースはきついぞ。急いでくれナビ。ドロー上官、素早さが低下してるよ。ドロードロー、ヤガの気力がやばい。注意して戦って。変身、あいつは任せて。了解、弱点に引っ込む。そうしました。すがわすぎやっ、白熱が弱点だぞ。一気に決めちゃえ。勝利に迫ると思ったら君の仕業かい。すぐに勝負だ。一ノ瀬面白そうだね。こっちの仕組みには不慣れだけど、要は防壁プログラムを考えればいいんだ。やはり、こいつ急に。まずい、このままじゃ私たちが先に。なかなかタフな戦いだぜ。頼むぞナビ。これで終わりだ。やっ、私は負けない。みんな頑張るな。私の命令に従うよう作ったはずなんだけど、なのに君は抵抗してる。君に何が起こっているんだい、ソフィア。一ノ瀬クオン、私を元に戻せ。それはできない。私はエマの協力者だからね。怪盗団を止めるのが私の役目だ。そのために君を利用させてもらう。私に従え、ソフィア。くっ、
負けんなソフィー、目覚ませ。スカルジョーカ。ソフィア、君はただの人形だ。私には逆らえない。私は人形。そうだ、それが事実だ。違う、ソフィーはそんなんじゃない。エマの操り人形になってるのはお前の方だろう、一ノ瀬。笑ってる。そうだよ、私は心を持たない人形だもの。え？君たちには永遠にわからないかもしれないな、ソフィアは私が心を知るために産んだ子だ。言っただろ、ずっと昔から私には人が心と呼ぶ感覚がなかった。ご両親が亡くなったっていうのに泣くどころか表情一つ変えないなんて。まるで人形だな。何を話しても答えないし、パソコンばかりつついてるの。本当に心がないみたい。ねえ、あいつ気持ち悪くない？声かけても無反応だし無表情だし、実は作り物だったりして。ちょっと聞こえるよ。ああ、いたんだ。でも気にすることないだろ、だってあいつ人形だし。あの一ノ瀬さん、もう研究室閉めるんだけど。ほっとけって、ああいう人なんだよ。AI 研究の寵児って言われてるけど、何話しても顔色一つ変えやしない。昔のあだ名人形だったらしいぜ。才能と引き換えに心はどっかに置いてきちまったんだよ。私には分からなかった、心という不確かなものが何なのか。もちろん知ろうとはしたさ、その正体を私にできる唯一の方法で。その良き友人になれ、ソフィア。この子がもし心を持ったなら、それを作り上げた私はきっと心の仕組みと正体を理解している。この子がきっと私が人と違う理由を教えてくれる。私は一ノ瀬だ。さあソフィア、今日は何を話そうか。教えてほしい、一ノ瀬。うんうん、なんだい。心って何？教えて、一ノ瀬。心ってなんだ？それは説明して。心ってなんだ？お前は人間で心があると判断する。違う。お前の心は何だ？黙れ！人形から人が生まれるわけがない。私に心を知る方法など最初からなかったんだ。だから私は愚かな自分に蓋をして違う考えを持つことにした。心とは必要なものなのかとね。その後は君たちの知る通り、私はソフィアを廃棄しエマをマディッシャに渡した。異常なのは私なのか。
それともこの世界なのか。不確かな要素を排したエマには人の真の願いを叶えよと根幹を埋め、結果は見ての通り。エマは見事に答えを導き出してくれた。分かっただろ、ソフィア。君は私でしかない。人形が生み出した出来損ないの人形、求めに応えられない無価値な AI。 ならば無価値は無価値なりに、人形として私の指示に従え。違う、私は嫌だ。大切な仲間ができた。仲間？ジョーカー、モナ、スカル、パンサー、ナビ、クイーン、ノワール、フォックス、ウルフ。私はみんなに支えられてここまで来た。みんなが傷つくのは嫌だ。人の良き友人になる、それが私の使命。私にあったただ一つの存在意義だから待ってた。私を必要とする声を、私に命じてくれるのを。でも怪盗団は違った。ただ私と一緒にいてくれた。たくさんの感情を教えてくれた。私を仲間だと言ってくれた。ここにいていいと言ってくれた。私に、 AI の私に生きる意味を教えてくれたんだ。ソフィー、何を言っても無駄だ。ソフィア、君は私の命令には背けない。怪盗団を殺せ。一ノ瀬、お前の言う通り、私は人形だ。命令をこなすだけのプログラムとデータの羅列だけど、私は私は変わりたい。変わるための力、それがきっと心だったんだ。何を言っている。一ノ瀬、私はお前に作られた。私はお前に従うための存在、そのために生まれたのかもしれない。でもその命令が私の大切な仲間を傷つけるなら、私はその命令を拒絶する。私も欲しい、自由に生きるための心が。覚悟はあるか。無限の災いを解き放ち、最後に残る希望を選択する覚悟が。人形であることを恨む、己が意志で未来を選択する覚悟が。誰なら我が名を呼べる。我は何時、何時は我、我が名。パンドラ！一
一ノ瀬クオン。お前は間違ってる。その歪んだ欲望、私が頂戴する。なんだ、何が起きた。ソフィーにペルソナが。ついにソフィーも覚醒きた。すごい、すごいよソフィー。ソフィー、君に何が。一ノ瀬、お前は私をただの人形だと言った。私もそう思った。それでいいと思った。だけど違う。それはただの与えられた答えだ。私が自分で選んだ答えじゃなかった。自分で選ぶ。与えられたものを超えて変わることができる力、それが心だったんだ。ソフィア、君はどこまでも失敗作だね。与えられた役割すら果たせないガラクタだ。ソフィーは失敗作でもガラクタでもない。心を持った我が輩たちの仲間だ。まあいいさ、私がすべきことは変わらない。約束の地へはすぐそこだ。心なんてものは不要になる。それが正しいんだ。一ノ瀬、お前に生み出された私だからこそ分かることがある。お前は自分の殻に閉じこもってるだけだ。傷つきたくないから、自分を守りたいから必死で心を否定してるんだ。人々のためなんかじゃない。お前はただ逃げたんだ。安易にエマが与えた答えを信じたんだ。違う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 。エマが作る世界なら誰一人苦しまない。全ての人が救われる。みんなが、人々が望んだことだ。来るぞ。新技習得、早く試してみたい。さて、依頼はこんな感じだ。今はこれを受けてるぞ。ソフィー、もう大丈夫なの。うん、ずっとみんなの声は聞こえてた。ありがとう。私は一ノ瀬を止めたい。みんな一緒に戦ってくれるか。ええ、もちろん。行きましょう。それ、これが心の力。うわ、続くわ。みんなで行くぞ。これだ。ほっ、よっ、よっ。さっ、これが心の力。パンダだ。続くわ。助かった。チェンジだな。君たちは限界だったはず。ぜひかけろ。やばいな。たった一人加わっただけで。ただの一人ではない。ソフィーは俺たちの大切な仲間だ。一人でも一人じゃねえんだよ。お前にはわかんねえだろうけどな。まだとは関係ない。チャージはもう完了する。これで。おっと、こいつはさせない。動揺したのか。お留守になってたぞ。ペルソナ力が。これでシャドウは全て倒
倒した。観念しろ、一ノ瀬。一ノ瀬カルテ、私にはユリソナが新技を覚えてみたい。また一つ技を学んでしまった。もうお前だけだぜ、一ノ瀬。抵抗はやめろ、お前の負けだ。さすがだね、怪盗団。もう私には打てる手がない。さあ、手早く済ませてくれ。どういうことだ。私は今でもエマの判断こそ人を救う唯一の方法だと信じている。この先も君たちの障害となり続けるだろう。なら殺すのが最も効率的で確実だ。そうだろう、ソフィア。おい、ソフィー。身内の話だ、任せてやれ。今ならわかる。一ノ瀬、お前は人形なんかじゃない。ちゃんと心を持ってる。辛くて苦しかったんじゃないのか。どこにもいられないことが。だから私を作った。君を作ったのは心を知るためだ。そんなくだらない理由じゃ。両親を亡くしてからお前はずっとその孤独の中にいた。周囲からは人形と言われ、誰もお前のことを分かってくれなかった。だから自分には心がないのだと思うことにした。そう思っていた方が楽だからだ。違う、本当は分かっていたんだ。自分は寂しいんだって。でも拒絶されることが怖くて自分の世界に閉じこもった。違う、そんなことはない。たかがプログラムに何が。人の良き友人になれ。じゃあどうして私にそう命じたんだ。心を知るために作ったただの AI に。どうして。それは寂しかったから、孤独になった理由が知りたかったから。心がないと言われたから、そう思い込む方が楽だったから。違う、心が何か分かれば一人じゃなくなると思ったから。違う、お前は寂しかっただけだ。違う、私は。でもそれの何が悪い。最初から完璧な人間なんていない。自分の弱さを認めることで変わることだってできるんだ。私は AI だけど変わることができた。お前だって変われるはずだ。心を理解できるはずだ。一ノ瀬は私に人の良き友人になれと言った。良き友人は道を踏み外しそうになった時手を引いてくれるやつのことだ。見つからない道を一緒に探してくれるやつのことだ。一ノ瀬、私はそんな良き友人になりたい。だからもう一度自分の道を取り戻してくれ。もしもないなら一緒に探そう。一ノ瀬は一人なんかじゃない。だって一ノ瀬は私の最初の友人だから。ソフィア、
で涙なんか、おかしいな。今までこんなことは一度だって。ソフィーのやつ、一ノ瀬を改心させちまった。ソフィーの気持ちが一ノ瀬さんに届いたんだよね。まあ娘の言葉ってのは刺さるもんだ。経験談。まあな。もう否定しないし。体は大丈夫なの？ソフィー。大丈夫だ、問題ない。まさかソフィーまでペルソナに目覚めるとはな。だが不思議はないぜ。ソフィーはずっと心を学んでたんだからな。ジョーカー、それにみんな傷つけてごめん。私は人の良き友人失格だ。ジョーカー。ああ気にすんなって。元に戻ってくれてよかったぜ。うん、これでまた一緒にいられるね。みんなありがとう。胸の中で何かが叫んでる。怪盗団とまた一緒に行きたいって。うん、よかったなソフィー。さて、まだ大仕事が残っているな。そうだね。あの性質、放っておいたら大変なことになる。つっても、その性質はどこ行ったんだよ。一ノ瀬、お前ならわかるか。いや、私には。待て、また声がする。声？沖縄のジェイルで聞こえた声。でも今ならわかる。あれはエマの性質の声だ。やはりあの時は借り物の声で話していたのか。人を集めてる。神が降臨するって。願いは叶えられるって。ソフィー、その声はどこから聞こえるんだ。このジェイルの中じゃない。きっと外だ。ああ、見つけてぶっ壊してやる。さあ、一ノ瀬も行くぞ。いや、私は。行くぞ、一ノ瀬。もう立ち止まってる場合じゃない。けど、私のせいでこんな。だあ、もうめんどくせえ。とっととついてこいよ。出なけりゃ、俺が抱えてくぞ。え？ソフィーの出しなら俺らの出しだ。こんなとこに置いてけるかよ。諦めろ一ノ瀬。私もそうやって外に出されたんだ。どういうこと？話は後だ、行くぞ。